理屈じゃなくて体でご自分の中にそういったブレないピシッとした軸をね、ずっとご祈祷に参加し続けてらっしゃる方は、それがね、頭で理屈で心で感情でじゃなくて体で分かっていくんです。魂で分かっていくんですね。皆様こんにちは、大愚玄師匠です。今日は毎年、福厳寺で12月の第2回目の日曜日に、行われている福厳寺秋葉大祭への、お誘いをしたいと思ってこの動画を撮影しています。福厳寺でこの創建以来ですね、540数年の歴史があるんですけれども、ずっと受け継がれている火のお祭りがあります。まあ、全国に秋葉大祭というのはあるんですけど、その中でもね、福厳寺の秋葉大祭はこの歴史上一度もこの福厳寺では火事を出したことがない。火の神様、火を整えていくということによって、物理的な火の脅威から自分を守る、それと同時にこの火の力によって一年の汚れを、心身の汚れを焼き払っていく、そしてまたこの火というものに向き合うことによって、この火が自分の心の中の煩悩の火、特に欲の火、怒りの火、そして愚かさの火だれで、これをですね、きちんと自分が身に染みてね、整えていくことによって自分の人生を好転していくきっかけになるというお祭りで、まあこの日は私はずっと秋葉の神殿にこもってですね、ご祈祷をしているんですが、まあ今この一問一答をずっと毎回ご覧になってくださっている方っていうのが本当に増えてですね、今、現在この動画を収録している段階で、9万人をもう登録者の方が超えました。で、おそらく今年の年内に10万人、いくんでしょうけれども、本当に、今徐々にそういった方で登録の方が増えてきてですね、質問がまだお答えできてない質問がたまっていてですね、現在1000近い方が質問のウェイティングリストに並んでらっしゃるんですね。また同時にですね、今本当にこの福厳寺の方に直接ね、北海道からとか、この間も大阪からとか東京からとか、また海外から、いらしてくださってね、大愚玄師匠さんに会えますかとか、もっと話聞きたいんですけれどとかいうことが、もう本当毎日のようにそんなふうにしてお参りに来てくださる方も増えてきました。あとはその講演会とかね、またテンプルステイといって、以前から私もちょっとこう皆さんにもお話したことがあると思うんですけれども、そのテンプルステイといってお寺でね、実際にこう宿泊しながら自分の人生に向き合っていくという、そういう時間を持てるというようなことも実はこう考えてはいるんですけれども、今それに向けてのね、準備を進めている時なんですが、現段階ではまだ、実は私の中で温めていることがあって、直接福厳寺にいらっしゃっても普段皆さんとお会いすることは今はできないんですね。誰にもお会いしてませんし、講演会も今の段階ではしていません。いずれはそのような機会を設けていきたいと思うんですね。けれども、とにかく何かしらの形でもっと近くで私の話を聞きたいとか、私に会いたいっていうことを言ってくださる方が増えてきて、私も全然そんなことで人から人気を得ようとかね、なんか有名になろうなんてつもりは全くないんですけれども、やはりそうは言ってもね、動画で見てなんか勇気づけられた、直接会ってお礼を言いたいとか、そういうふうにしてですね、思ってくださる方々っていうのがいらっしゃる。で、そういう人たちにやっぱり直接面と向かって私もお会いして顔を見たいですし、少しの時間でもお話しすることができればとは思っているんです。そんな一つの稀な機会として、この福厳寺の秋葉大祭は私は
この現代にですね、ただの形骸化したお祭りというんではなくてね、ただ昔から続いているお祭りっていうんではなくて、ぜひ自分の心のふるさとの祭り、儀式、自分の原点に立ち返る儀式というものを、きっかけを持たない人たちにとってのこう地域を超えたね、多くの人たちにとってのこの心の拠り所となるお祭り、そして儀式にしていきたいというふうにして思ってるんです。ですからこの時は、私はご祈祷してですね、そして当日は法話会という形で時間を設けて、皆さんの前で直接、皆さんの顔を見てね、お話をさせていただくということを計画しています。で、すでに法話会の方はですね、会場、お寺のそのホールの関係があってですね、200名限定でということで、募集を事務局の方でかけていただいたみたいなんですけれども、残念ながらその会場にも人が入りきらないもんですから、200名でもう打ち切らせていただいたということですね。あとボランティアとしてね、その地域の人だけではなくて、ぜひ私は皆さんにね、祭りにただの楽しみのために行くだけじゃなくて、参画していく、自分がお祭りに関わって自分の祭りとして、お祭りという儀式に裏方として関わっていく、祭りを自分たちが自分の祭りとして伝承していくっていう、そういう祭り、またこう儀式としてですね、この秋葉大祭をぜひ多くの人たちに開放していきたいということでですね、今年はそのボランティアさんを積極的にということで募集をしたんですが、そうしたらですね、もう本当に日本国内、海外も含めて100名以上の方が応募してくださって、全員に直接お役っていうわけにいかないもんですからね、今回はある程度先着と、あとはいろいろなそれぞれお力を持った方々をですね、事務局の方でやはり絞ってですね、直接当日は現地で、この大祭の現地でですね、お手伝いいただく方と、その他いろいろと、当日は来れないけれども、地方でね、それぞれ皆さんのお住まいの地域でこういうことに協力してくださいというような形で、ボランティアさんを募集したりすることで、今年から積極的に始めました。で、この秋葉大祭というのは1日朝からですね、ずっとこうお祭りが続いていくんです。で、その出店が出たりとか、いろいろワークショップがあったりみたいなことは通常通りにあるんですけれども、一番のメインというか柱は、このご祈祷を受けていただくことなんです。で、私もね、小さい時からいて、ご祈祷とか儀式ってなんとなくね、その儀式やご祈祷に参加したところで何が人生が変わるんだって、そんなふうに思ってた時期が昔はありました。お寺にいて、寒いところね、朝からずっと声が枯れるまでお経を読み続けるっていうことをさせていただくのに、私も小さい時から師匠にそれをね、無理やり、こう儀式に参加させられて、足がしびれるところずっとご祈祷して、何時間もお経を読み続けるということが非常にこう辛かった時期もあります、昔はね。でもね、今このお祭りのご祈祷を通じてですね、本当に私自身がそのお経を読ませていただきながら、ご祈祷に、命がけでご祈祷をさせていただくということによって、まず自分自身が1年ではわからないんですけど、毎年これをずっと私も続けてきたことによって、本当にこう自分の中でいざという時にね、ぶれない自分というのが出来上がってきました。いろんな怖いことがあったり、いろんな不安なことがあったり、いろんなこう自分の怠け心が出たりね、新しいことに挑戦しようと思って、やっぱり人間ですから、どこかでね、心が動揺してしまったりね、こう怖くなってしまったり、ビビってしまうってことがあるんです。でもこれがね、毎年毎年この儀式にただ参加し続けて、命がけでこの火と向き合って、そしてまたこのご祈祷を修行させていただくことによってですね、自分の中でね、怖いなとかね、不安だなとか、もう面倒くさいなと思うことがビシッと定まるんです。だから人が誰もいらっしゃらなくても、この儀式を続けていけということを師匠からずっと言われてきて、
で、以前もこんな話したことあると思うんですけども、私がこの祭りを通じて、またお師匠さんから受け継いだこの祭り儀式を通じてね、秋葉大祭を通じて、私が一番大きな、自分のぶれない軸というものを築けたのは一貫性です。人様が来ようが来まいが、この伝統の儀式を、ね、雨が降っても槍が降っても雪が降っても誰もいらっしゃらなくても、必ずこの儀式を私だけでも行うんです、ね、この一貫性、自分の中に軸が欲しいとか、ぶれない自分を作りたいとか、迷った時、不安な時、弱気な時、ネガティブな思考がいっぱい出てきてしまう時に、私はどうしたらいいんだ、あと人生の意味が見えなくなってどうしたらいいんだ、いろいろそういう質問をいただきます。どうしたら太宰さんのようにね、なんかいろんなことに積極的にとか関わっていけれるんですか。私は別に積極的に関わろうと思ってます。やっぱり弱いところもあるし、怖いこともあるし、不安なこともあるんです。でもこの秋葉大祭が1年に1回必ずやってきて、この儀式に私が自分でご祈祷を自分でやって、そして日を渡ってという、このね、1日を境に私の中の一切の甘えがなくなって、一切の怖さが抜けて、そして自分の中でモヤモヤしていたものが明確にこの目標が見えるようになってくるんです。これ1年2年でならんですよ。ずっと続けてきたからこそ、このブレない自分の中でのこう一貫性といいますかね、これが非常に厳しく凛と、そしてこう確信を持ってね、自分の新しい人生を歩んでいくことができる。これが1年のこの12月の最後にですね、この祭りがあることによってね、本当に私は救われてきましたし、今の活動ができるようになってきました。ですから本当にね、そういった意味でぜひね、私は自分の体験を、そしてまたこのご祈祷にですね、ずっとと毎年ご祈祷に参加なさってる参拝者の方ってあるんです。でやっぱりね、何にも特にこう私の話を聞いたことがあるとか、一問一答見たことがあるとか、そんなんじゃない人であってもですね、理屈じゃなくて体でご自分の中にそういったブレないピシッとした軸をね、ずっとご祈祷に参加し続けてらっしゃる方は、それがね、頭で理屈で心で感情でじゃなく、体で分かっていくんです。魂で分かっていくんですね。ですから不思議なもんですねって言って、毎年その参加者のずっとこのご祈祷を受け続けられている方がおっしゃるんですけど、本当に不思議です。このご祈祷を毎年ね、最初は意味分からずに親に連れてこられたんですけど、毎年ここに来て手を合わせてご祈祷に参加していくということによってね、最初はいろんなことがうまくいかなかったことが、もちろんうまくいかないことがうまくいかないまま全然問題じゃなくなったり、またそこからある年にぐーっと突破口が見えてきたり、なんていうんですかね、この毎年参加し続けることによって確実に自分の運が開けていったっていうことをね、1回2回参加した人じゃない人たちっていうのは皆さんおっしゃるんです。いつも言うんですけど、儀式には力がありますね。毎年なんだこんなものかと受けてみたらね、そんなもんなんですよ。そんな3時間も4時間もいい話聞くわけじゃないんですね。ご祈祷、ご祈祷ってただご祈祷に参加してものの10分15分そこで手を合わせてご祈祷を受けてるだけなんですけれども、不思議なことにこの儀式を継続して続けていらっしゃる人っていうのは、そこにね、ピシッと自分がこう揺らいでたものがピシッと定まってくるっていうことが起きるんです。シンプルであるんですけれども、同じことを儀式を繰り返していくことによって、その儀式がきっかけとなってね、自分の迷いがなくなったり、自分の不安が消えていったり、うまくいろいろなことがいかなかったことがうまくいくきっかけというものになってきます。もちろん自分が努力しなきゃいけないですよ。自分が工夫しなきゃいけないし、自分が積極的に一歩踏み出さなきゃいけないんですけど、なかなか一歩を踏み出せないという人にとって、確実にこのご祈祷を受けることによってビシッとね、一歩が背中を押していただくというか、引っ張っていただくというか、自分の一歩を自信を持ってピタッと踏み出すことができるんですよ。この不言寺秋葉大祭もね、そういった意味で
もしあなたが心のふるさとを持たない、あるいは自分の原点を持たないという人、決してね、その何て言うんですかね、何か自分がどこかそういった決まった儀式あるいはご祈祷を受けるというお寺がない、神社がないという方々にとってね、ぜひね、この一問一答、 YouTube の一問一答を見て、ご縁を得た皆さんですから、何らかの形でね、もし、私のいるこの福厳寺秋葉大祭が皆さんにとってのこの心のふるさととか、1年に1回、ここに来てね、自分の弱った心を鼓舞したり、あるいは新しいチャレンジに向けての背中を押してもらいたいという気持ちになったりといった時にね、中途半端な自己啓発の本を読むより、そう、体で、この儀式を体験することによってね、確実に、自分のモヤモヤとか迷っていたこととか、どうしていいか分からなかったことが、毎年このまずに儀式に参加することによって、そしてご祈祷を受けることによって、ぶれない自分がぐーっとできてくることを実感なさると思います。ですからぜひね、今年は12月の9日の日曜日になりますけれども、ぜひね、晩酌り合わせて、このお祭りで、皆様にお会いできたら、こんな嬉しいことはありません。そしてまた当日ね、すでに予定が入っている方とか、いろんな形でこの大祭に関わることができます。直接ご祈祷を受けることができない方っていうのはね、やっぱり当然、全国にいらっしゃるわけですよ。当日予定が入ってたり、ちょっと病気だったり、家族が病に伏してたりして、行けませんと。だけれども、ご祈祷を受けた、このご祈祷を受けたいんです、そういう方はご祈祷でね、そのお札を、ご祈祷したお札をお送りすることもできますし、あるいは何らかの形でですね、例えばその祈願旗をご寄付いただいたりとかね、ご寄進いただいたりとか、提灯をご寄進いただいたりとか、さまざまな形でね、直接的間接的にこの祭りに、儀式に参加することができます。で、当日はちょっともう締め切ってしまったんですけれども、会場の都合で、今回は200名の方、ご法話を聞いていただくことができるんですが、この法話もね、そうやって何らかの形で寄付札をご寄進いただいた方とかね、提灯ご寄進いただいた方とか、直接ここの会場に当日お寺に来れなかった方にもですね、当日させていただく法話は事務局の方から届けさせていただこうと思って、お送りさせていただく予定でおります。ですからどうぞね、当日ご予定が立つか立たない方、ひっくるめてね、何らかの形でこの福厳寺の秋葉大祭というところへ関わって、そしてこれを自分の一年最後のね、心の浄化に当てていただいたり、新しい、年に新しいチャレンジをするための自分への活にしていただいたり、ね、そんなふうに関わっていただければと思います。当日12月の9日、お会いできる方はぜひね、このご祈祷の時にお会いしましょう。私がずっとこの神殿でご祈祷しながら、皆さんの一年の無病息災と、そして新たな年に向けてのね、人生のチャレンジをご祈祷を通じてですね、ご記念させていただき、そして背中を押して差し上げたいなと思っています。どうぞぶれない自分を作っていくための力になる儀式です。12月の9日日曜日に福厳寺でお会いしましょう。楽しみにしています。私たち日本人が神様というとき、そこには2つの種類の神様がいます。一つは自然神、矢をよろずの神と言われるように、例えば木であったり、大きな岩であったり、太陽であったり、大地であったり、そういった自然物や自然現象を通して私たちは神を感じます。もう一つは権現様。権現様というのは、今風の言葉で言えばスーパーマンです。その人が生きているうちに成し遂げた偉業、あるいは突出した能力、超人的な力を持った人、そういった人が亡くなった後、あの人は
神が人間の姿形をとって現れてきた人なんじゃないか、そのようにして後世の人たちに崇められる、それが根源。この福厳寺秋葉大祭の主人公は秋葉三尺坊と呼ばれる権現様。言い伝えによればこの人は厳しい山岳修行、山にこもってする厳しい修行によってある特殊な能力を体得されたと言われています。でこの特殊な能力を使って、諸国を遍歴して多くの人々を苦しみから救ったと。この特殊な能力こそ火を自由自在にコントロールするという能力でした。この三尺坊は最終的に諸国遍歴の末、今の静岡県春野にある秋葉山という山を愛してそこに留まったと言われています。ではなぜこの秋葉三尺坊大権現をお祭りする社が福厳寺にあるのか。この秋葉山の麓にある若い夫婦が住んでいました。この夫婦には悩みがありました。子供ができないという悩みでした。そのことを気に病んだ奥さんが秋葉山に願掛けをすることに決めたんです。願掛けというのは100日間毎日夜中の12時にたった一人で山に登って秋葉の神に子供を授かりますようにというお願いをする、そういう願掛けです。それを行った結果、待望の男の子が一人生まれました。この子が育つにつれ、ちょっと人と違った子供だということが噂されるようになりました。他の人と違ったことを話し、他のことは違った行いをする。で、ある時この若い夫婦のもとに岡山県からやってきた旅のお坊さんが通りかかって、この夫婦の家にですね、宿を取るんですね。でそしてこのお坊さんが、この子を見て、でこの子は非常に利口な子だと、ちょっと他に例を見ないぐらい利口な子だと、だからぜひ預からせてくれないかという話があったんです。当時の日本はその人口の 90% 以上の人たちが農民だから、勉強しようと思ったら勉強の場はお寺なんですね。でそこでこの若い夫婦はこの子をこのお坊さんに預けることにしました。でそうやってこの子がだんだんお寺で修行を積んで大きくなって、厳しい修行を経ていく過程の中で体の調子を崩したり、それから人生に迷ったり、そういった時に不思議なことに枕元に立ってこの子にお告げをくださる神様がいました。それが秋葉三尺坊大権現だった。でこの子は次第にそうやって育って立派なお坊さんになったんです。そして尾張の国、今の愛知県の小牧市です、小牧市の野口というところにやってきて、そして人々に教えを広め始めた。その当時この大草といわれる地区に大草城というお城がありました。そこのお城の城主である西尾道長という武士がこの噂を聞いて、立派なお坊さんがその野口にいるということを聞いて、そしてこのお坊さんに弟子入りをして、そしてこのお坊さんの布教のために自分の城の南側にあった広大な土地を寄進をして建てられたのが福厳寺です。でそしてこの子こそ福厳寺の御開山生前陶石大和尚です。でこの生前和尚が福厳寺を開堂するとき、オープンするときですね、自分の人生の岐路に差し掛かったときに常に枕元に現れて啓示をくださった秋葉三尺坊をここの福厳寺の守り神として社を建てて祀ったというのが福厳寺秋葉神殿の始まりです。福厳寺の秋葉大祭はこの福厳寺の創建以来540年近くにわたって続いている伝統的な祭りです。この祭りの中で扱う炎というもの、火というものには2つの意味があります。一つは物理的な火、そしてもう一つは私たちの心の中の火、炎を象徴しています。
現代社会は非常に消防消火システムというものが発達した社会ではありますけれど、依然として火をいい加減に扱えば、それはたちまち私たちの大事な家族であったり家であったり地域を巻き込んで、燃やし尽くしてしまう、そういった恐ろしい可能性を秘めていますと同時に、この火が私たちの心の中の炎、その恐ろしさも象徴している。現代の社会において非常にストレスという言葉が氾濫しています。私たちはストレスにまみれた社会を生きています。怒り、そして貪り、欲、そういったものが過剰に爆発をすれば、いくら一生懸命頑張って生きている人であっても、自分の感情が暴走することによって切れてしまうことによって人生を大きく踏み外す。せっかく積み上げてきた大事なものが全部崩れてしまう。人の信用が全部なくなってしまう。それが一瞬にして起こりうるんです。ですからこの大祭では燃え盛る炎の中を自ら渡ることによって炎の熱さを体感していただく。わあ、火って怖いんだと、熱いんだと、恐ろしいんだ、そのことを改めて身をもって体感して、この物理的な火と、そして私たちの心の中の火、むさぼり、欲望、そして怒りの炎ですね、これを大事にコントロールしていく、この伝統の祭りを今もなお大事に受け継いでいくことの意味はそこにあるのです。火というのはね、すべてを焼き尽くす、ね、全てを焼き尽くす、いわゆる汚れたものも何でもね、ゴミやなんかもみんなこうバーッと燃やして焼き尽くす、そして原点でしょ。一年の無病息災といって、一年溜まってきた自分のね、心の汚れ、体の汚れをこの渡ることによって一気にね消して、そして新しい気持ちで新年を迎えようという意味でですね、現在の日当たり神事ということを行う。